ベンジャミン・ J ・ギャメルは、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバルクンネプチューンビーチ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。元メジャーリーガーのマット・ギャメルを兄に持つ。ニューヨーク・ヤンキース時代2010年の MLB ドラフト従順目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキーガルフ・コーストリグ・ヤンキースで、 プロデビュー、7試合に出場して打率、281盗塁を記録した。2011年は A-9 スタテンアイランドヤンキースでプレーし、55試合に出場して打率、289日本塁が30打点7盗塁を記録した。2012年は A 級チャールストンリバードックスでプレーし、110試合に出場して打率。 306、2 30本類が、61打点、19盗塁を記録した。2013年は、A 級ンパヤンキースと AA 級トレントンサンダーでプレーし、2球団合計で112試合に出場して打率。267、4本類打、54打点、22盗塁を記録した。2014年は、AA 級トレントンでプレーし、131試合に出場して打率。 261、2 26本塁打、五51打点、13盗塁を記録した。2015年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、129試合に出場して打率。310本塁打、六64打点、13盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2016年は開幕をトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで迎え、5月5日にメジャー初昇格を果たし、翌6日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。5月12日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格し、8月上旬の1時期を除いて、残りシーズンは8月末まで同球団でプレーした。8月30日には、 インターナショナルリーグ MVP への選出が発表された。この年トリプル A 級、スクラントン・ウィルクス・バリーでは116試合に出場して、打率308、6本塁打、51打点、19盗塁、ヤンキースでは6試合に出場して打率、125のを記録した。シアトル・マリナーズ時代2016年8月31日に、ジオ・ロスコ、 フアンデ・ポーラとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。マリナーズでは27試合に出場して打率。201本塁打5打点。移籍前を含めた2球団合計では33試合に出場して打率。1881本塁打5打点を記録した。2017年は134試合に出場して打率。27511本塁打。 59打点、4盗塁を記録した。2018年は101試合に出場して打率。272、1本塁打、19打点、7盗塁を記録した。2018年11月21日に、ドミンゴサンタナとのトレードで、ノアザ・ボラスと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2019年は134試合に出場して、打率。248、 7本打、三34打点、2投塁を記録した。2020年は40試合に出場して打率。237、3本塁打、10打点を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月11日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。3月26日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 5月5日にリーフとなった。2021年5月9日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。